なになに？怖。今画面真っ暗になった。なんだろう。なった。今一瞬ね、画面真っ暗になったけど画質戻った。画質戻ったわ。他の配信も一回止まったらで。他のも止まってらだって。なんでだろう。好きなキャラクターは。好きなキャラクターか。キャラクターとかあんま別に好きなやつないかも。ミヨンさん？ミヨンさんはなんかすごい楽屋に、チーム K の時の楽屋でなんか結構茂木さんとイチャイチャしてます。本当になんかすごい、本当にめっちゃイチャイチャって感じのイチャイチャ。茂木ヨン。そう、すごい可愛いんです。普通に優しく話してくれるし、大好き。みおんさん、もっと仲良くなりたいです。みおんさんと。ダンス誰から一番教えてもらう？まなみさんじゃないですか。市川まなみさん。でも僕隊のダンスは島田さんとかにもめっちゃ教えてもらいましたよ。もっとこうするといいとかアドバイスもらいました。チーム K の最終ベル公演だと、まなみさんがいっぱいアドバイスくれます。あと、なあなさんとかも結構アドバイスくれます。田原公演の時に結構言ってくれて、すごい勉強になって、すごく良かった。なあなさん、最高。なんか、まなみさんが初めて二人っきりで遊んだ後輩が私みたいです。ミヨンさんと2人のグラビア見たい。そんな私もしたい、してみたい。一回ミヨンさんと、だからいつかできるように頑張ります。もう私ね、茂木さんと初めてのグラビアやったから、次はもしかしたらミヨンさんかも。分かんない。できるかな。次の機会があればいつか、もしミヨンさんとできるならやりたいですよね。明日は何時起き？どうしよう。朝何時にから配信しようかな。まだ決めてないです。わ、ハート1000個飛んできた。すごい。1000個飛んできたというか1000個？ありがとうございます。嬉しい。田野さんもよく言ってくれますよ。もっとこうした方がいいとか。で、なんか峯岸さんがチーム K 公演にいる時は MC のどうやって言ったらいいですかねとか聞きます。 MC のこと峯岸さんに。あと、なんか私が間違ってて、なんか正確なことを相笠さんが教えてくれたりします。
関係性やね、チーム系。そうですね。お代理とは仲良くなった？すごい舞台の期間中にいっぱい喋りました。すごい楽しかった。小田さんとまた何か話しする機会があったら話ししたいな。小田さんめっちゃ可愛いですよね。てか喋り方めっちゃ可愛い。なんかおださんね、おだえりって言われてるよね。おだえりおださん優しいし大好き。めっちゃかっこよかったね、ヤンキー役。いいな AK ビンゴ。私も AK ビンゴ出たいな。研究生だから出られないけど。すごい、この人通報できるのかな。一回やってみようか。これ通報したらさ、一生さ、この人現れなくなる。運営して、ああそうなんだ。やめようやめよう。怖いからやめます。風に揺れるひまわりは太陽に向かい咲いている。果てしない。どこかで何だっけ。あなたを抱いた気がしてた鎖骨の。ビンゴは愛知も放送してる。でも私多分愛知県にいる時見たことありましたよ。って言ってもトムさんとかが出てるやつ見たことあるのかな。わかんない。なんかすっごい前に見たことある。1週遅れなんだって。そうなんだ。ありえない青いバラみたいな、いつかの奇跡なら一度だけよ。ブルーローズ、トゥルルルトゥルルルルルルルトゥルトゥ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 。あ、もう9時じゃん。もう場面書こう。プライベートメール書きますね。もう4時間、4時間だっけ ?5 時からやって、5、6、7、8、9、10、あれ ?4 時間なんだ、もう。5時から10時までやってるってことよね。そしたら5、
5時だっけやり始めたの忘れちゃった。5入れないから6から17時から10時だと5時間。そうなんだ。4時間。じゃあ4時間か。どういうこと？ 5時からなの6からってどういうこと？あと1時間やったら5時間ってことだよね。疲れない？疲れないけど、なんか配信する内容が薄くなっちゃうのが困る。だから企画考えてたんだけど、待って、私の好きな服のさ、あのブランドのね、なんかメール登録してるんですけど、それでそのメールが来て、めっちゃ可愛い服ある、めっちゃ可愛い、めっちゃ可愛い、可愛い、靴可愛い、妹来た？嘘やん。お母さんにおねだりしよう。多分か、握手会できよう。本の、いや、でも買っちゃったんだ服。どうしよう、迷うな。野村お金ないから、福祉会行くだって。ありがとう、待ってます。北海道で会えたよ、ありがとう、嬉しい。北海道来てくれたんだ。俺も行くよ。おお、ありがとう、待ってます。中田さん、おいっこと来たとはどういうこと？大阪の握手行くよ。待ってます、ありがとうございます。秋祭り行く。秋祭り。秋祭り。待ってます。クリスマスイブ。彼女と会いに行くよ、だって。本当ですか？嬉しい！何？カップルで来てくれるってことですか？嬉しい。なんか、私の握手会に夫婦で来てくださる方がいて、すごい嬉しいんですよ。なんか、すごい、その夫婦で応援してくれてるって嬉しくないですか？すごい嬉しくて、くん楽しみなんです。でもみんななんかすごい一人一人なんか来てくれて嬉しいし、なんかなんだろう、あの人来たみたいな風にもなるんで、結構たくさん来てくださったら本当に、てか結構割とすぐな段階で覚えちゃうから、なんか来て、また来てくれたなって思うのがすごく毎回嬉しくて、だから来てください、ぜひ握手会。一人でもいいですよ、全然、もうどんな方でも来てくださったら嬉しいです、すごい。なんか、おーみたいな、また来てありがとうみたいな感じ、また来てくれてありがとうみたいな感じ。そう、嬉しいんだよね。なんか一日になんか何回も来てくれてる人とか、もうめっちゃ私のこと好きやんってなる。調子乗っちゃう。ダメ、調子乗っちゃダメだけど嬉しいってなる、ふーみたいな嬉しいです。だからすごい、でも心ではそう思ってるんですけど、結構冷静に握手してますよ。冷静というか、なんというか、
めっちゃそう楽しいです。とか握手会大好き。握手会はね、や仲良くなったらタメ口になるかな。結構握手行くだって、ありがとう。サイン大切にしてる、ありがとう。ため口めっちゃ助かる。だってさっきめっちゃすごい私に命令してた人が言ってる。ウケる。ギーでもさ、やっぱなんか失礼だよね。普通に最初からタメ口だと多分分かんないけど、なんだろう、そうかなって思っちゃう。なんか嫌な人もいるじゃないですか、タメ口が。だからそう、また前髪まっすぐになってきた。明日切りに行こっかな。本当に2回目は早くない？あ、なんかもういけるなって、普通にもうタメ口で話せるなって思ってきたら、普通に自分のタイミングです。結構何回目とかなくて、だから結構すぐの段階でタメ口の人もいるし、うん。その人のノリとか性格とかタイプとかにもよるけど、結構あれだな、タメ口の人多いかも。でもなんかタメ口普通にたくさん来てくれてるし、自分では仲いいと思ってるけど、仲いいっていうか普通にイエイって感じになってるけど、タメ口じゃない人もいる。敬語の人もいる。なんだろう、そのすごい 年上でなんか、なんだろうな、何基準か、基準とかないんですけど、そう、雰囲気だね。確かにその人のなんかタイプによるかな。その人間性じゃないけど、なんか雰囲気とかで、なんか結構、あ、クマ飛んできた、ありがとう、かわいい。え、でもさ、このクマなんで残んないんだろう。ほんとクマかわいいのにさ、残んないからさね。そう、クマすぐなくなっちゃうんだよね。タワーしか残んない。あ、そうなんだ。胸に刺さってる天使の園や、抜いてくれ。いくつ夜越えれば痛み消えるのだろう。僕たちはジェットコースターみたいに恋に落ちて、肌を求め合い重ねて、儚い夢を見た。運命に振り回されるように全て終わる。君は悪くない、泣かなくていいよ。そう、君と会えて楽しかった、ジュリエット。僕の太陽公園めっちゃ楽しかった。
キー公演はかっこよくキメキメな感じだけど、僕の太陽公演はすごい笑顔でやる曲多いし楽しい、すごい。人差し指そんなに向けて巻きつけよう。ビンゴー。わけなんて何もない、紹介された瞬間稲妻に打たれたの。理想のタイプだとかここに惹かれたなんて思い出せない、スピードで目と目が合うと胸が高鳴る。8月の仙台博士会行きました、ありがとうございます。牛タン食べたい、牛タン食べたい。心の奥で思わず叫んでた。ビンゴビンゴ、今日は50分に終わろっかな。モバイルメールをねちょっと10分前に終わって書こうかなって思います。あーやばい、赤味噌のお味噌汁飲みたい。そんなこんなわけでそっとじたばたと、そんなこんなわけでちょっとじたばたと巡り合い、いよいよためよくずほぐれずで華々しく恋して、夏の男は手が早すぎるし、サラブ繁盛してるぜ白い砂浜、白い砂浜、ひと夏限りのスリルが並ぶ。自身の分だけ露出してる小さな水着が若さのバリュー。日差しはまらぬ日の差しが照れる照れる、いかれて消えた理性愛してくれ、メラメラ燃えるした心だけが寄せるさざ波だってだけど、そんなことは犬も食わぬ建前。うん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 、だってだけどそんなことは犬も食わぬ建前。君にウェディングドレスを、人差し指空に向けて巻きつけよう。立ち位置表で Love you竹内先輩、二個上の先輩、
ドキドキしながらそっと手をつないでる Love you 竹内先輩。一つ質問があっただって。何？なおちゃん僕の対応の声、うん、これね私癖が緊張するってねマイクめっちゃこうやってやっちゃうの。だからちゃんとギュッと握るように意識はしてます。ちょっとね絶対次の公演からやらないように気をつけます。緊張するとねどうしてもなんか手汗は かかないんだけどなんかこうやってちゃ うなんかこうやってしちゃうんだよね。お前が手に入るなら悪魔と取引しよう。何か欲しい。私のこの唇か、それともこんな体か。何を望む。デジャビュ、デジャビュの振り苦手なんだよね。こうやつ覚えられない、いつも。愛をいつでも独り占めしたい。こんばんは、こんばんは、こんばんは、こんばんは。そんなこんなわけでぞ。デジャビは振り付けごちゃごちゃしててわからんって言ってる人いる。何歳？17歳の高校2年生です。猫です、ウサギじゃない。なんかさ猫耳がでかいんだよ。なんかでかくない？耳。生態的に優位に上京するわ。育て方なら任せてよ。協調状況、絶対的に優位に協調調教をするのだった。私ね協調と調教が分かんないの、差がつかないの。受けるでしょ。協調って言っちゃうのいつも、やばいでしょ。歌詞。歌詞がちょっと待ってね。レイダウンどこだ？レイダウン。絶対的に優位に調教するわなの。歌詞が。だけど協調って言っちゃうのいつも。そう、歌詞レイダウンの歌詞ね。ちょっとやば、意味変わる。確かに全然違うやん。育て方なら
任せてよ。その猫耳と服はセットなの？セットだよ。けどって全部なおちゃんに合ってるね。ありがとう。セットなんだ。セットだよ。パパパパパラ。なんか変なやつみたいになっちゃうからやめますね。難しい。エルモってどんな声か分かんないし、まずエルモ知らないし、声出んのっていうか知らない。私こんな感じなんだ。エルモだよ、エルモだよ、エルモだよ、エルモだよ。分かんないから全部いろいろ出してみた今。ミフィは知ってる。でも声出んの？絶対ちゃうやろ。ほんまそれ。ピカチュウって。いや、エルモはマジでそういう声だって。やば、マジか。キャリーパミュパミュさん、パミュパミュさん、キャリーパミュパミュさん、言えます、私それ。なんかさ、タンタンタン、あ、じゃあダメだ、これ、パミュパミュって聞かんじゃん。あじゃないですか。あれで言えるようになりました。炙りカルビ、炙りカルビ、炙りかぶり、言えない、それいつも言えない。炙りカルビ、炙りカルビ、ある、言えない。炙りカルビ、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 言えない。炙りカルビ、炙りカルビ、アルビカブリ、言えない。待って、言えない、ほんと厳しい、無理。待って、炙りカルビ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 、アルビ、言えない、炙りカルビ、炙りカルビ、炙りカブルビ、レイ、言えない、ちょっと待って、本当に言えない、無理、言えない、おー、炙りカルビ、炙りカルビ、炙りカルビ、言えた。言えたよね。どうでした？今言えてましたよね。しゃ、言えたぜ。もう一回じゃあ言ってみるね。多分言えないかもしれない。炙りだっけ最初。炙りカルビ、炙りカルビ、炙りカルビ炙りカルビで合ってるっけ？それすら忘れちゃったんだけど、ちょ、一回誰か言ってください、それって。なんか、何を喋ってるか分かんなくなってきちゃう。炙りカルビ、炙りカルビ、炙りカルビ。言えた。どう、今言えましたよね。嘘、不合格って言われたんだけど。え、言えてたよね今の。イエーイ、イエーイ。
3万人、おお、ありがとうございます。牛タンとある炙りカルビ今言えなかったんだけど、人一回で言うのも言えない。え、別に両方とも好き。だから牛タンが一番好き、タンが一番好き。あ、順位発表しよう。ペ、最近ねペって最後につけるの好きになっちゃったの。13位、山吉さん。14位、マルーさん。あら、変わっちゃった、順位変わっちゃった。じゃあ今ちょっともう一回読み上げます。1位じゃなくて、13位、けんちゃん R さん。12位、おちさん。11位、山吉さん。10位、峰康介さん。9位、ゆうたさん。8位、和彦さん。7位、アクスさん。6位、小寺ランニコータさん。5位、じゅんやさん。4位、まことさん。3位、LL さん。2位、まことさん。4位がオラピケットさんだった。え、なんかちょっと待って、何読んでるか分かんなくなってきちゃった。1位は明太子さん。名前呼んで、正和さん。ごめん、一瞬飛ばされた。ごめんなさい。いつもいるゆうたさんね、いますよね。握手会も来てくれてますよね。結構このランキングのここにいる人、握手会来てくれてる人多い。嬉しい嬉しい、めっちゃ嬉しい。これ尻尾がかゆい。一瞬名前呼ばれた。あ、ね、入ってたのにごめんなさい。すいません。ガンガンさん、最近段に上がれない。でも覚えてますよ。いつも何時頃寝てる？時と場合による。でも結構早い寝るのいつも。寝落ちしちゃうことが多いんですよね。初ダウンちゃんドキドキだって。嬉しい、待ってますね、握手会とかも。にゃ落ち、寝落ちねマジレスしてしまう。電気つけっぱなしはダメだよ。いや、電気つけっぱなしで寝ちゃいます、いつも。最高かよ、コインってコインって最高かよ。猫です。わあ、すごい、なんか性格やばい、すごいなんかやばいライン来た今。あ、クマ飛んできた、ありがとうございます。テンション下がった。こういうのはショールーム中に送ってこないでほしいな。そう、お母さん、お母さんからの LINE。 でもいいや、お母さん、私お母さん好きだから。めっちゃほんとやばい、めっちゃマザコンなんですよね私。
まあ反抗期ですけど、多分時期的には。だから私性格悪いわって思っちゃう。もうほんと性格悪くないですよ、普通です。ちょっとこれお母さんに送りつけよう。なんか今何時だっけ。いつか言える時が来たら全部言ってやる。お母さんじゃないよ、お母さんのことじゃないけど、今ラインチェックしなければよかった。小島子推しだけど、なおちゃんも応援していい？もちろんです、ぜひ。何時までやるの？50分までやります。あとの10分でモバイルメール頑張って書きますね。頑張ってというか普通に。何推しだけどなおちゃんも応援していい？もちろんですよ。こじはる推しだけどなおちゃんもしていい？もちろんです。皆さんぜひ私のことを推しましというか二推しでもぜひ推してみてください。福祉券買ったようだって、ありがとうございます。なんか私のやってることってお仕事ですよね。謎、本当に謎。ね、まあいいや。今言っても無駄だからやめよう。ショールームもそうだし、公演もそうだし、握手会もそうだし、ね、絶対そうなのに。まあいいや。間違いない。ほら、やっぱそうだよね。うん。ちょっとすごいよくわかんないこと言われたから泣きそう今。お仕事屋根だってすごい。いいや、とりあえず今日は明るく終わりましょう。明日何時にやろうかな。ね、友達がね今見てくれてるんですけど、なんかすごい大丈夫って LINE くれた。
そう、尻尾取れる、イエーイ。尻尾取れるけど、なんかこれボタンみたいなのでつけられるんです。またニャオラーがいるから大丈夫やで。ありがとう。もう皆さんしか私の味方いない。野村元気出して、元気出すね。じゃあ元気で配信します。いきます。3、2、1、ウェーイってきた今。ウェーイっていうコメントきた。ウェーイってコメントきたんだけど、ウケる。みんなウェーイって言ってる。ウケる。最高かよ。めっちゃウケる。ノリのいいコメント欄、ほんまそれ。明日何時からやろうかな。朝何時がいいですか皆さんは。6時半。6時、6時から5時、6時、9時。9時はね無理なんですよ、学生なんで。8時までしかできなくて、5時はやめて。どうしよう、迷っちゃう。どうしようかな。どうしよう、迷っちゃう。7時とかにしようかな。朝どうしよう。6時7時とかがいいよね。5時は早いっていう人多いし。いやでもな、5時からやった方がないいんだよな本当は。7時から仕事って人多いしな。6時とかがいいのかな。でもまあ5時からやってれば途中からでも見られる人いるかもしれないじゃん。6時に起きるっていつも6時に起きる人だったら6時から見ればいいし。そうか、同じ時間に起きてみたいってことか。すごい、全部見たいんだって。嬉しい。寝た方がお肌にいい。私あんま肌荒れ全然しないんですよね本当に。だからそんなに気になんないですね。どうしようかな。どうしようかな、迷っちゃう。6時にしようかな。でも迷うよー。
お母さん、迷った時はお母さんってコメントが来てた。あと10分しかない、早く決めないと。お母さん、今カメラ撮った。うん、スクショした。お母さん6時がいいんじゃない、だって。じゃあ6時にしようっと。6時ってきた6時にしよう。6時から8時までしかできないな。でも8時朝はね。本当は5時からやりたいけど朝早すぎてあれだよね。だから6時がいいかな、やっぱ。今から見始めました。あと8分しかやらないんです。50分に終わってモバイルメール書こうと思ってて、ごめんなさい。また明日朝とか多分夕方もやると思うので、ぜひハルナーニャさん見に来てください。待ってます。分かった、楽しみにしてる。だってありがとう。お風呂終わったら、配信終わったらお風呂だな。それはそうですね。もうお風呂入って寝ないと。起きれたら見に来るね。ありがとう。明日も見に来るね。だってありがとうございます。起こして、はい、まあフォローしてたら通知来るんじゃないですか。朝配信し始めたら。私が、皆さんぜひ私のショールームフォローしてください。フォロワー今いくついるんだろう。ちょっと確かめますね。え、待って、今あかりんさんもめぐさんもやってるじゃん。いいな、見た。ちいさんやってる。マイページ、ちょっと待って。どこで自分のあれ見るんだったか忘れちゃった。これか。7525人いる。じゃあ1万人いけるかな。みんなどんどん宣伝して野村奈を拡散してください。ぜひ。ルームレベル131だった今。イエーイ、頑張るぜ。今フォローした。だって、ぜひ皆さんフォローしてみてください。配信通知がね来ます。あの配信し始めたら多分飛んできます。ピヨーンって上から出てくるんで。私は田野さんとかマリアンヌさんとかが配信し始めると、岡田奈さんとかかなとフォローしてる。私がフォローしてる人が配信し始めるといつも
配線通知が来ます。あれ今4人だったのに3人になってる、なんでだろう。マリアンヌさんとナナさんとタノさん、野村さん今1位とは。でもあと5分でもう終わりなんです。そう、全然配信しなかったからな、この期間中。ベーコンポテトパイでファンになりましたとは。ベーコンポテトパイってめっちゃ好きだったんですよ。ベーコンポテトパイとポテトみたいな感じで食べてたんですけど、なくなっちゃったから食べてなかったし、ちょっとマック。よし、じゃあここで順位発表しますね。13位和彦さん、12位アクスさん、11位山吉さん、10位小寺にこうたさん、9位マルさんさん、8位じゅんやさん、7位けんちゃん R さん、6位オラピケットさん、5位ゆうたさん、4位みねこうすけさん、3位エレールさん、2位まことさん、1位めんたいこさん。ありがとうございます。めんたいこさんが多分東京タワー投げてくれた方かな。そう、ギフトもたくさん投げてくださった方いてね、嬉しいです。メール待ってます。はい、あ、10分で書けるかわかんないですけど、ちょっと頑張りますね。今日は猫耳結構ずっとつけて配信してたな。めっちゃここの癖ついちゃってる、髪の毛。野村、野村奈緒です。はい、最後にもう一回自己紹介するやつ、野村です。チーム K のドラフト研究生です。はい、あと2分。わお、早いな時間って。明日からテスト頑張って。テストの人やっぱ多いよね。北海道の握手で会えて嬉しかった、だってありがとう。すごい順位入れ替わっちゃったや。そう、最後に頑張って投げようって人いっぱいいるのか。ほら、13位の群馬のヨシエさん、さっきいなかったけど今切った。11位に落ちたのもいい。すごい、みんなどんどん順位が上がってきてますね。よし、それではね、もうそろそろ終わりなので、皆さんよかったら野村のことフォローして、朝配信始まったら通知が来るようにしていただけると嬉しいです。皆さん拡散して、ぜひ野村奈緒を広めてください。今日はね、結構いつも通りというか、やっとのここ2日間しかまだできないんですけど、ちゃんとまあ配信するつもりで配信できたのでよかったです。はい、今日もありがとうございました。おやすみなさい。皆さんゆっくり休んでください。配信付き合ってくれてありがとうございました。皆さん優しい、本当にずっといてくれてありがとうございました。あと1分、バイバイ。スクショ、バイバイ、切ります。ありがとう、みんな。おやすみなさい。